フライングタイガーライン七百三十九便失踪事故は九百六十二年にアメリカ本土から南ベトナムに向かっていた旅客機がグアムとフィリピンとの間を飛行中に失踪した航空事故である。機体が発見できなかったため結局真相がわからなかった。フライングタイガーライン七百三十九便はアメリカ陸軍空輸サービスの委託を受けて南ベトナムの最後に 陸軍将兵を送り届ける便であった。アメリカ合衆国カリフォルニア州にあるトラビス空軍基地を出発した739便には民間人である乗員11名の他の乗客はすべてジョン・ F ・ケネディ政権が南ベトナムへの派兵決定を受けて同国に送られるアメリカ軍人であり、アメリカ軍の将兵93名と南ベトナム軍将兵3名が搭乗していた。 経由地であるグアムのアンダーセン空軍基地からフィリピンのマニラにあるクラーク空軍基地に向けて離陸後、夜間飛行をしていた最中に1万8000フィートを巡航しているとの更新を最後に失踪した。直ちに大規模な捜索が多くの航空機と船舶を動員して1週間にわたり行われたが一切の痕跡を発見することができなかった。 そのため107名全員は死亡したものと判断された。後にフィリピン東方1 3 0 0トルを航行していた船舶の乗組員から739便がその近辺を飛行していたと思われる3月16日午前0時30分頃、何かが空中で爆発し2つの火の玉になって海面に落下していったという証言があった。 そのため何らかの原因で墜落したと推定されたものの機体の残骸という物証を得られなかったため事故原因も特定されることはなかった。ありがとうございます。